じゃあ次はお米ですね。お米を研ぐポイントなんですけど、私はもう炊き方というよりも、研ぎ方がですね、すごく重要になってくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、ザルとかだとですね、どうしても研いでる時に米が割れたりとかもしますので、ボウルで研ぎます。ではやっていきます。まずもうこれもう水を入れた瞬間、もう水をすぐどんどん米が吸っていってしまうんで、まず最初は手早くこの白濁したですね、このぬかの入った研ぎ汁を流してあげます。まあ、2、3回流してあげるといいと思います。それから研ぎ始めます。もうこれもあんまり力を入れずに軽く米と米をすり合わせるっていう感じですね。でなるべく手早く、流してあげて、で研いであげるのは2回程度ですね。あんまり3回も4回も研いでしまうと、今度米が今どんどん水を吸って膨らんできて柔らかくなってきてますんで、米が割れやすくなります。あとはもうすすいであげるだけですね。で、美味しく米を炊くポイントはここからなんですけど、研いであげたら必ずお米を浸水させてあげるってことですね。お水をちゃんとお米の芯まで吸わせてあげるってことです。まあ、これは季節とか、そういったのにもお米が、まあ、新米か、小米かによっても、変わっていくんですけど、まあ、平均的にはだいたい1時間程度ですね、浸水させてもらって、そこからザルに打ち上げてですね、まあ、30分程度打ち上げてもらったら、もう米がもう通常乾いた時よりも大きくなってます。もうそれで芯まで水がしっかり入った状態なので。